なんだよ。デレデレしちゃって。デレデレ。野村さんに一日中ずっと。別にデレデレなんてしてねえよ。してたよ。ドキ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 。うるさいったらなかったんだから。こっちこそすいませんでした。私がいなきゃ。何言ってんだよ。ドキドキなんてしてねえ。バカバカって言った。バカって。バカにバカって言って何が悪いんだよ。そっちこそ何も分かってない、このバカ南。何騒いでんの。大丈夫。ああごめん。大丈夫。な、何？ご飯。あ、すぐ行く。南くん、あのさ、これ。なんだよ。うん、ちょっと借りていいかな。好きにしろよ。あ、っていうかさ、いない間とか南くん寝てる間とか借りちゃダメかな。更新なしか。体内記憶というものがあるとしたら、こんな感じではないだろうか。ここは薄暗いけれど温かく、いつでも大切な人の命を刻む音が聞こえる。気がついたらずっとその絶対的優しさに包まれ、守られ、育まれている。一番最初の幸せの記憶。堀切氏、新作。これ強み？そう、堀切氏。似てる？おう、昨日一睡もできなかったわ。ねえ、ちょっと見せてよ。やばっ。結構似てるよな。リクにこんな特技があったと。いや、特技じゃないけどね。フィギュアなんて作ったの初めてだし。初めて？なんでなんで？そうだよ。だったらなんでこんなものを作ってるんだよ。いや、なんでってこういうのをここに入れてみたくなったっていうか。ポケットに強みを。やべ、高木変態入ってる。やばい、さすがに。なになに、強みのこと好きなの？そうなの、リク君。うん、好きなんだ、堀切氏が。おお、マジかよ。おめえよな。これおかしいよな、あんなの。堀切氏も俺の気持ちは知ってる。おお、マジだよ、すごくね。言える？言う、言えない俺だよ。こんな教室のど真ん中で。変態だけどな、これは。お前ら。南くん、この前の試合残念だったね。なんだあいつ、男のくせにあんなもん作りやがって、気持ち悪い。もう南君ったら、起こしてくれたらよかったのに。ただいま。もうなんで私置いて学校行っちゃったのよ。何言ってんだよ、起こしても起きなかったのか。あ、
そうだ、月刊ダンスタイムズ買ってきてくれた？は？メールしたじゃん、買ってきてって。メール？そう、動画送ってもらったアドレスで送ってみたんだよ。気づかなかったの？ああ、悪い、今日充電切れてて。しょうがねえな。行くぞ。え？帰ってきたばっかりなのに？月刊ダンスなんだっけ？それ欲しいんだろ？